どうも皆さんこんにちは、マオと申します。ちょっとね、前回はラストメンからって言ったんだけど、どうしても宝物 G がすげえ気になったので、ここだと思うんだよね。多分いけるかも、いけるかも、いけたかも、いけたけど死んだかも。返し、いけるだろ、いけるだろ、いけただろ、いけた、いけた、いけた、いけて、この後どうやって進むんだ。これ上だ、トントントーンの、オッケーオッケー、上行って、上行って、これで進んでいって、ここら辺のコインなんか全部知らん顔してスタート。ルル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 ル、これスターないと無理だ。ルル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 、よしよしよし、ルル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 ル。あー、ちょっと待って。で、これをこうやって壊して、壊して進む。オッケー、よっしゃー、これで G 取れただろう、多分。よーし、嬉しい。むずい、ここ。気合がいるな。そう、ここを取り逃してたんだよね、多分。オラーイ、なんだこれは。ボーリングの玉か、どでかい黒真珠。このサイズの黒真珠だったら多分奥いく。よし、 G ゲット、やっとー、てってれーよし、あと L も足りてないので、ここ多分沼が抜けてステージが多分変わるんだよね。ここも戻ってきてなかったね。パッパン、ドゥ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 、お、なんか下行けるぞこれ。最初どうなってたかあんま覚えてねえけど、おー、なんか地下帝国があるじゃありませんか。お邪魔しましょう。荒らしまくってやろう。おー、鍵めっけ、鍵めっけだけど、これあいつめんどくせえな、あいつめんどくせえし、これ、いやー、これ出さなきゃよかったな。一回鍵放っておいて、ここ一回離して、で、こいつの後ろを取ったと思いきや、クソ、あ、これクソめんどくせえな。あー、これすごくめんどくさい。あー、復習だけはしておくけれど、あー、これダメかも。まあ、とりあえず行ってみっか。どこにあったか覚えちゃいねえので、これで上のボルト、どっかあったっけな。かなりステージ変わってる気がする。あ、邪魔くせえ、マジこいつ、ほんと。あー、そう、鍵強い。あー、そこに階段があるということは下に行ける。あぶねえ。あー、なんかこ、ちょっとあまり記憶が定かではないけど、なんでこいつが幅利かせるようになってんだ。沼の水がなくなったから、沼の水全部抜いたから、ここは俺たちのものだみたいな。これは頼む、ニンニクニンニクニンニク、やぶねー、しない、ニンニクニンニク来たー、最高。やっぱニンニクって最高の調味料だと思うんだよね。ニンニク入れると美味しいよ、ラーメンが美味しい。しない、よし、オッケー。こいつ強すぎんだよね。これ多分ここをぶち抜いていったらあるんじゃなかろうか。宝物の入り口替えを開拓していくぜ。あれ、こいつはめんどくさいから、こいつは鍵でやる。鍵で確実に仕留める。やつの命を奪い取ってやるよ。トントン、ワリオがニコニコしながらお前にこのなぜかめちゃくちゃ強い鍵をぶちつけて殺す。よし、あるっしょ、ここ。もうあるよ。デレ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 、これはもうある印よ。ここまで行ってなかったらびっくり。よーし、あー、最後のところ、あっかないんだ。ふざけ、あった、ニンニク、危ない、やられる、危ない、危ねえ、危ねえ、やられるところだった。ほら、これが分身マダン大当たり、肉弾列車。なんだっけ、学校の名前忘れちゃった。弱虫ペダルの名物肉弾列車、やったー、くらえーくらえー、よっしゃー、粘ってよかった。どれ、お宝拝見と、なんだこれは、部族の面か。部族の面にしては目のキラキラさ加減がえぐい。ゲット、シャギーン。はい、じゃあ改めましてシロップキャッスルやっていきたいと思います。シロップって読めねえよな、あれは難しいよ。英単語で感覚的に読めるのと読めないのがある。最初は森だね、確か。ラスト面はもう完全にこの森だくさんの、危ないのよ、危ね、すげえ危ね。
盛りだくさん要素が盛りだくさんでやってきてたはず。これニンニク取っちゃうか、しょうがない、取っちゃおう。ここまで戻ってくることはなかなかあるめ。ジャンプジャンプ、はい、落ち着いてれば大丈夫なのよ。ほんとほんと、落ち着いてれば大丈夫、落ち着いてれば大丈夫。ワリオのジャンプ力なめちゃいけないぜ。危ない、よいしょ。コインも余すとこなく取っていく。来るでしょ、はい来た、はい来た、知ってる、はい知ってます。よし、中間かな、ちょっと凝った中間な気がする。うん、ちょっと凝った中間。どうして上に上げてるんだろう。ワリオがここでさ、リスポーン、体からあのドクロから、ドクロというかあの骨からめちゃ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 ワリオみたいな感じで戻ってくるから、あんまり変なとこに置くと危険だから、そうしてんのかな。トウ、危ねえ、ここ危ねえな、やっべやっべー、くそー、これはやられた、完璧にやられた、やられタイプの。うわ、上行きてー、来るな、来る来る、来ないのかい。完全に直感が、危ねえ危ねえ、あれ手前側に戻ってきたらどうするつもりだったんだ。危ないところだ。これでドラゴン、ドラゴニックオーラをまとった俺の力を侮るでない。一撃で、一撃でホームイン。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるよ。危ねえ、なんであいつスルーなの。それは納得いかんわ、さすがの俺も納得いかんわ。これちょっと、危ねえ危ねえ、フレーム入れるとか冗談でも言わなくてよかった。あー、これは下から行ってちょっと中身を覗いてみたい。そんなお年頃。ハートとコイン、うーん、覗き損、まあ損ではないけど得でもないよねっていう。これは来そうですね、これは来そう、来そう天外。これはね、一回焼き払った方がいい。地獄の効果で焼き払う。鍵だー、鍵出てきたね。え、どこだろう、え、どこだろう、この先行っていいのかな。そんな甘くないよね。ああ、そうだ、難しかったの思い出した。すごく難しいステージだということを今のギミックで完全に思い出した。すごい思い出したし、あ、なんか光ってっけど、あれ違うな。いってしまった、変に飛んでしまった。一回クリアしないといけなかったような気もするな、なんか違ったかもしれん。まあいいや、確かね、確か幻想、まあとりあえず一回クリアしましょう。せっかくここまで来たので一度クリアをします。ペペー、なんかあのもやがかかってたじゃない、あのシロップ状、すげえ怖い感じで、絶対立ち寄ったらいかんぞみたいな。ここに多分 N の宝があるんだな、そしたら絶対通りに帰ってくるからな。で、まずここで入り口に来ましたと。なんでこんなにもやがかかってんだろう、不思議だなと。おかしいな、行ってみましょうか。謎の型、硬いところに、みちみちにコンクリに埋められた、コンクリ、かわいそうな殺され方してる。で、これを解き放つことによってコンクリから放たれ、逆側になるんですね。これだからここ開けると、だからここで欲しいものがもしあったら一度戻ってこないといけない。欲しいものがあったので戻りましょう。一回戻って取ってまた戻るみたいなね、なかなか強いてくるんですよ、この往復往復運動。マオさんに往復、あー、しまった、ジャンプの時に上ボタンを押したので上に入ってしまったんですね。ブル取って、じゃあ戻りましょうか。このブルの肩の強そうさ、アメフトやったらてっぺん取れるぞ。サップボブぐらいの能力値ありそうだもんな。ボブサップより強えか、ワリオ重量級だもんな。どうなんだろう、ボブサップ対ワリオ、ちょっと見てみたい。チケットが売れそう。まあ壊していって、よいしょ、全部壊したくなるお年頃、そんなお年頃でございます。一応殺しておこう。何をやってくるか分かんないんでね。ジャンプして、ここ結構普通にむずいよな、普通にやったら死んじゃうし。あれ、なんか生きてるやつがいるな、息の根を止めたはずなのだが、悪役みたいなこと言ってる。息の根は止めたはずだがな、なぜ貴様が生きている。ドンドンドン、ベタベタドドンガドン、危ない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 、
あドラゴニックオーラ、ドラゴニックオーラいるかな。でもいりそうだな、ドラゴニックオーラ取っとくか、取っとこう。ドラゴンには恩恵がある。俺一度ね、恩売られるとね、恩を売られるってなんかおかしいけど、一度恩義を感じるとね、すごい相当なことがない限りね、あの従うようになるからね、あの中堅と呼んでいただいて構わない。俺はだ今中堅ワリオだな。やべえよ、やべえ罠がピロロロロ。これはこうだかな、危ない。ピロロロロの範囲でか、危ねえ、痛え、痛いよ。体が焼けるようだ、危ない。これ気配感じろ、ピロロロロ、ピロロロ音で危険を感じる、危険を察知、危険を察知。あー欲しい、めっちゃ欲しい。一回待つ、一回待ったら取って逃げる。でノーなー、もうピタゴラスイッチじゃないんだよな。ここの罠えぐいよな、急に殺そうとするから。これマリオランドと一緒だよな、マリオランド2のあの6つの金貨と同じ感じ。これ中間あるな、中間取っときましょう。ここ宝あるかな。でもなんか宝が2連続ステージにあるってなかなかないから、ここの面は宝がないと想像してさっとクリアしましょう。あー、これ上なんかありそうだな、すげえ上ありそう。分岐ついてなかったしな。あ、めめめめめめ、これ焦ると死ぬタイプのスターだな。これ焦って殺そうとしてるタイプのスターだわ。テレ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 、なんでこんなに殺意パンパンのステージにもかかわらず、こんな殺意パンパンなのにもかかわらず、なぜかスターを配置してくれるというね。ちょっとやりすぎちゃったから嫌になっちゃったら嫌だな。ワリオくんもしかして来ないかなみたいな。ワリオくん嫌になっちゃったらもう私のところまで来てくれないかもしれない。そんな乙女心があそこにスターを配置させたのかもしれない。よいしょ。ここむず。こうだな。ギリギリまで登ってジャンプ。これサスケであるよな、こういう。こういう渡るやつ。溶岩怖っ。殺意高え。ほい。これ上グイグイに押していくと、意外と落ちる。こう高所恐怖症の人も考えて。よいしょ。落ち着け。よいしょ。オーケー。これ十字ボタングリグリして、あーなるほど、よっ、そこだ、死ね、やば、それはやばい、それはやばいな、お前がそこにいるのマジでやばい、あ、やばいね、やばいバイバイバイだね。これは一回待とう。え、来ない、あ、もしかしてそこに住み着いちゃった感じ。こっちに寄せないと。来い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 、あ、なんか持ってない、危ない、持ってないと思ったら持ってた。あーマジこいつもうやだー、ドーン。さあ巨大スイッチを押したということは何かしらのギミックが発動するということですね。なんで入り口に仕掛け置いとくんだよ、バカか。ボコ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 、この暗黒みたいな城が爆発することによってめちゃくちゃ爆発するな。意外と見た目がスリムになってたのかな。意外と俺アハ体験、俺昔アハ体験得意だったけど今全然得意じゃなくなったんだよね。はい、アハ体験と。これ一面戻ったらちょっとステージ変わってるかもしれないんで、ちょっとやってみましょうか。これどこだ、いけるねいけるねいけるね。別にいけるね。あったね、なんか怪しいと思ったんだよ。すげえ。クジラだ、金の潮を吹くクジラかもしれん。金のクジラの背に乗って、よし、とうとうあと1個でコンプだ。俺コンプしたことあったっけな、あったかな。でもここはなんかやや記憶にあるんだよな。よし、じゃあこの次のステージ行ってみましょう。ここは39目、だいぶ来たな。思えば遠くへ来たもんだ。だいぶ城の上の感じが出てきたね。ブル出てきたな、ブルもらっとくか、ブルもらっときましょう。ここは装飾がドクロドクロしてるね、だいぶ海賊ナイズされてる。ほい、ふんむ、ほい、
ふむ、はい、ここら辺はね、もうお手のお茶の子サイ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 シーでございます。よいしょ。なんかケツでさ、この4つのやつ綺麗に4つ割りたいんだけどさ、これ真ん中うまくやっても絶対ケツが残るんだよな。やはりワリオのケツは最弱。よいしょ。最弱説をこの実況中に何度も唱えているけれど、これはやっぱりみんなにも知っておいてもらいたい大事なことなんだよね。ワリオのケツは最弱。ほらやっぱちょっと残る。あ、でもケツじゃないな。理想的には裏の方が、ま、負けるから、もしかするとワリオのケツは強いのかもしれん。ヒップドロップでブロックぶっ壊してからな。ブロックの高度がどのぐらいなんだろうな。よし。おお、2連撃。クソ気持ちいい。言ってまだここ難しくないな。あー、これはめんどくさい。これめんどくさいぞ。これはめんどくさいので、ここで吹き飛ばす。で、よじワリオ。あー、しまったー、くそー、これくっそめんどくせえ。これは言ってもらおう。見回り、無能見回りになってもらおう。ぐじぐじぐじ。よし、OK。あ、これめっちゃ飛ぶやつ。これめっちゃ飛ぶやつじゃん。まーこれジャンプ押すといけんのかな。中間は取って、あー、なんていうことだ。中間は安らぎの場所でないといけないのよ。なんちゅうことしてくんねん。これミャーン、これちゃんと上ジャンしてないと死ぬのかな。うわー、ここなんかあったわー、そこなんかあったわー。ブル欲しいわー。しない。あ、ブルであそこ行くと上に行けるんだ。完全にあそこになんかあるな。畜生、行けなかった。ブルで来ないといけないんだ。なんだこのワクワク。ワクワクアトラクション。あー、無限だ。無限に上下するためだけに生きているロボット。ロボット、これ上だろ。で、上。で、下、上。はい、はい、はい。はい、これ、流れ作業で死ぬ。はい、終わり。くそ。解放がむずい説あるな。これ一回見送る。一回の見送り。見送って、ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、これも一回見送ろう。これはね、多分ダッシュした方が強い。これはね、ワリオダッシュ。はい。やっぱね、ちっちゃいとね、ハンディキャップあるよ、さすがに。体当たりができないからね。なんだこの戦士たちみたいな。歴戦の戦士たちを配置してみましたみたいな。なんだ、でっかいよ。これを押すとこの城がどうなるんだ。一体どうなってしまうのか。なんだ、ショッキングパープル。パープルではないな、どう見ても。さらに細くなった。実は幻想ばかりだったんですね。この城はかなりシュッとした城だったんだな。これラストじゃね。これラストっぽいな。ちょっとここのあそこの上行くやつ見てみましょうか。ブルのまま来たぞ。でもセーブはできないぞ。なぜならコインがないから。あ、でも一応取れるぞ。まあいいや。よいしょー。ここは確実に殺して。よし、オッケー、来たぞ。さあ、見せてもらおう。ワリオのケツのジャンプ力を。おー、なんだこれ。ワクワクしちゃうな。宝でしょ、多分。宝じゃないかな。分岐？なんだろう。うわー、すごいワクワクする。この、ただでは行かせないという感じ。なんか謎のブロックたちがあって。なんだこの、左右分かれて。あー、なにこれ。あ、これドラゴンじゃないといけない。あんなに思いを、ドラゴンに思いをはせさせられるとは。鍵。だドラゴンがないとダメだから、あと、一回ここに置いとこうか。きっとドラゴンがどっかにあるんだ。そうに違いない。くらえ、これドラゴンでしょ。おー、ドラゴンあった。よっしゃい、これで取れる。嬉しい、ニコニコしてる。え、待って、これでも宝揃い踏みでは。もしや真央さん、宝揃い踏みでござるよ。ういういうい。ほら、お前もそんな謎の小汚いブロックに閉じられて辛かったろうに。私が今解放してやろう。長き苦しい戦いからお前を解放してやるよ。結局ドアめちゃくちゃ開けにくいの一面だけじゃね。指輪、これは多分高いぞ。ルビーでしょ。ダイヤモンドでもいいかな。やったー、
コンプリート、嬉しい、これめっちゃ嬉しい。やったね、やったね、マリオくん。よし、じゃああとクリアしましょう。よーし、じゃあラスト面行ってみましょうか。コース40、ちょうど40個あったんだな。お、音楽が違うね、なかなか。お、なんか隠しブロックあったし、これ公明的な、ぴょいーん、ぴょいーん、ぴょいーん、ぴょ、ぴょーくそこれコインはもう、コインはあんまり気にしなくていいな。ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん、コインに惑わされるものがここでは痛い目を見るわけだ。ぴょーん、ぴょーん、オッケー、よし、オッケー。でこれで、これ死ぬほど気になるけども宝ないので別にいい、別にいいのだ。よし、ニンニクがいっぱいあるな。そして最後の方に出張ってきたこの、あ、でも昔もいたな。ビョーン、ビョーン、オッケー、ビョーン、あー気持ちいい、ビョーン、これも気になるな。どれ、ニンニクいっぱいあるな。ビョーンで体をこすりつけて、ここ 中間か、早いね。いやでもここ気をつけろよ、ほらゆったりはさせてくれないのよ、悪いやつらだ。でも中間を取ったということはあと半分だ。ラスボスどんなんだっけ。あ、思い出した、キャプテンシロップ。これも上、上行っちゃう、あえてここはね、これ、あ、大ジャンプ、大ジャンプ、大ジャンプ、もう一丁大ジャンプ、到着。すごい、もう雲の上だぜ。これなんかボス戦感あるな、これラスボス感あるな。やるぞみんな、戦うぞ。まだだったら受ける、まだでした。ニンニクめちゃくちゃあるな。あ、なんだこの、もうちょっと飾り付けがちょっと女の子っぽくて可愛い感じするよね。こいつなんだっけ、あれ、こいつ倒さないとダメなのか。いてー、いたた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 、え、こいつどうやって倒すんだっけ。えい、危ない、え、背中こづくまではいいけど、3回こづけばいいだけかい、なんだよ。さあ全裸監督でラスボス挑んでみま、まだかい、まだなのかい。お、危ね、ここむず、ここは上に乗るべきだな。階段の上に乗れるという知識があるか否かでここの難易度変わってきますね。危ない、よし、オッケー、ここ、こそ、こここそか、まだだ。うわ、こいつやだ、一回すれ違って、すれ違ってポンで、ポン、よし、オッケー、俺ちっちゃいのでここは大丈夫。よし、通っていって、さあとうとう来るか、まだか、来たわ、出ました、キャプテンシロップ女の子。魔法のランプを左上の A、 めっちゃおもろいな。なんか出てきたよと思ったら、はっ、ランプの魔人、ランプの魔人に乗ったね、これ。ふん、あれ、ふん、火の玉やば、血を這うタイプか、これで、ふん、当たんね、血を這うタイプ、はい、もう覚えた、賢いね。これなんか、あー、これなんか、うまく、いってー、そうだ、思い出した、うまくあのランプを回すと煙が出ましたね。あれがきっとやつを倒すヒントになると思います。ふう、こんな素敵なところを生み出したものも、この魔人のランプのあれやったんな、魔法だったんだな。だ、その幻想がなぜかボタンで剥がれるという。ランプの魔人ダメでしょ。こいやー。さあ肩に乗って、とりあえずこれ投げまくろう。出ない。正位置に置くと多分出る。ジャンプでかわす。ほい。出ろ、出ろ、出ろ、ガンダム。でね。これはかわす。で、正位置に。出た、よし。これに乗って。よいしょ、なー、くそー、チビになっちゃう、うわー、マジか、くそ叩き潰す。
これランダムなのがずるいよな。来い来ない来い来ない、かわす。でこいつ多分あんまり離れてもあれだから OK。 これで踏む。あー違ったっけ、これであれぶつけないといけないんだっけ。やばい、面倒になった、面倒になったから、よかった OKOKOK 受けて受けて、はいダメ、まだかわす。ほいほい、でこっちに投げる、きた、よいしょ。あれ痛え、出っ放しのところやられんのか、やばいね。はい、かわす、乗れる、踏む、よっしゃ一発、おらい、あと2発で、こいつもやばい、よいしょ、かわす、出す、はい、あー出ない、そう、かわす、はい、出す、自分で忙しくちゃってんな、やばい、んあーこれは取って、あージャンプ届かね、くそ、これはかわして、こいつも殺す、ほい投げる、出ない、くそ、これ一回かわす、ほいかわして、出す、出ない、くそ、ほい出す、かわす、オッケー、出す、ほい出ろ出ろ出ろ、ガンダム出た出たけど、なあくそ、これはこれは一回こいつやった方がいいけど、やられるな、今のやつはやられるな、くそ、叩きのめしてやるぜ、おら、お前の動きはもう見切ったね、完全に見切った、はい出る、あ煙出た、ほい踏む、はい一発、もう一発、もう一発、もう一発、オッケー、二発、二発、いいよ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 、二発もいける、で潰す、でもう一回ガチャ引く、ガチャ引けない、これ一回かわす、オッケー、かわしてガチャ引く、ガチャ引く、二回だからあと一回でしょ、ちょっと待って、ガチャ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 、ほい、あ出ない、うん、来い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 、来た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 、いてー、マジかマジか、三発、おら、やったやったやった、あ、よよ、なに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 、よよよよよ、待て待て待て、ええ三三じゃないの、三じゃないの、あれ三じゃなかったっけこいつ、ええ五五か五か五か、ラスボスだし、ラスボスだし三だとちょっと足らないかなみたいな、孫太くん、孫太くん危ない、あー負けないのねー、来い、あ出ねえ出ねえ出ねえ、ここはかわす、はい、でこっち、はい、いい、煙が出な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 いのよ、ほら来い、煙が出ねえ、ちょっとこれちょっとやってんな、やってんな、お前お前やってんな、5、4、4か5か、なまだ死なんの、まだ死なねえの、まだ死なねえの、強っ、え何発、え嘘、これ女の人しばかんとダメなんか、これちょっと待って待って待って、かわす、ちょっと待って待って待って、え女の人しばくの、それはかわいそうくない、そんなんだっけ、いやそんなんじゃなかった、多分俺こいつの頭しばいた記憶があるもん、よらこねー、マジマジこねー、出ねーマジで、なにこれ、マジマジランダムなのこれ、やりすぎでしょ、ちょっとやってるよこいつ、あやった、来た、潰す潰す、おら何発何発、やったか、やったわ、やったやったやった、やっつけたよ、大きくなりました、嬉しい、倒したわ、めっちゃカンカンじゃん、どうして私のマジン倒すんだよ、なんてことすんのよ、あばよ、爆弾だ、まずいルパン、ふう事故じゃん、あバリオ逃げ切ってる、そしてなんとこの塔の中には盗まれた、マリオが盗まれた黄金のピーチ像がありました。これを売って、ワリオ、はぁ、マリオ、オッスー、ワリオ、オッスー、オッスー。はい。あばよー、ワリオ。バイバーイ。人間のクズ。かわいそう。ワリオ、バリかわいそう。まあ、マリオのものだしな、もともと。でもいいとこだけ取ってくの。ワリオおこ。やれやれだぜ。そのぐらいで済むんだな。ただワリオさんは手に入れた魔法のランプをこすって悪い顔してんなこいつ。魔法のランプにはからは先ほど倒したシェンロンが出てまいってきて、お前の願いを3つ。金くれよ。金くれたら1つだけ願い叶えてやっからよ。ワリオさんは考えました。やっぱり自分の城が欲しいな。オッケー、わかった。金よこすよ。金出したらやってやるよ。これはもうただの施工業者なんだよね。願いを叶えるって感じじゃなくて。
で、ここからが、まず今手に入れたコインがチャージされます。さらにこれお宝をね、お宝鑑定団してくれるはずなんだよ、確か。これ全部揃えたらいいやつ立つんじゃないかな。さあ、ここから、なぜか3つ目のやつが2000円。これ2000円。で、これは安い順かな ?7000 円高い。ん?手に入れた順?手に入れた順でもない。よし、これで1億円超えたぞ。1億3000万。1億3000万すげえな。野球選手の年俸。で、2億2000万。これもうだいぶ成功した野球選手の年俸。次は?これ指輪高いだろ。これ9000、あ、6000。嘘だ。そんな、そんなか。他は ?9999 とかないのかな?これ高いでしょ?あ、9000円高っけ!最初の宝高っ!おー、3億6000万は、これも、これもそろそろ FA 来ちゃうね。で、クジラ7000万。いやー、至福の時だな。鑑定が楽しい。4億4000。そろそろ5億超えるぞ。これ複数年契約だな。8000万。8000万で5億超えたね。これ国内でほぼ最強クラスだね。坂本とか。そのクラスになった。4000か。やっぱ、ちょっとミッドは安いな。新庄のミッド4000万で売れんのか。もらいてー。4000万のミッドもらいてー。この部族の、高部族のやつ。謎の部族のやつ8000万。これ梶谷の年俸ぐらいだね。梶谷もうちょい下がったか。で、6億4000で、あ、これはちょっと安いね。スポーツ系安いんだな、ちょっと。なんでバラバラにやるんだろう。A からやってほしかったんだけどな。まあいいけど。6億8000。6000万で、こいつは7400万 !OK! で、この盾高いだろ絶対だけ !7000 か!マジか。意外と俺の見る目ないのかもしれん。7000万で、おお、8億これ5年じゃないか。でも丸ってもちろんもらってたよな、確か。巨人丸。16億とかいくかな。いや、でもこれマジカウンストあるぞ。これ多分、だってもう、これ以上いかないでしょ。3000、うわ、安いな、ちょっと。8900。お前によるぞ。お前、あ、でもこれきついか ?5000 万うわー、カンストはいかなかったか。そうか、金もうちょい稼がないとカンストはいかないんだね。まあ、でも9500万は、じゃあ9億5000万か。9億5000万を使ったらこれだって、結構いくぞ。お、ドル箱が、ドルが、ドルに換金というか、ドルの形で表現してんのか。結構いるくない?ドル。そんなにやらないとドル出てこない?これ2段階進化だ、多分これ。これさすがに。で、これがお金足りないと、なんか、豚小屋みたいなやつを与えられるんですよ。ワリオ、お前はこんぐらいでいいだろみたいな、値踏みされるんですけど、これさすがに、城もらえるんじゃないかな。ここまで宝集めたぜ、言っても。え、フルカンしてないとダメかな?おまけしてくんねえかな?これだから、いわゆるマルチエンディングなんですね。あれこれ5個だっけ?カンストしないといかなかったっけ?これ。5個いった!やった !5 個だ!最後なんかおまけしてくれた感あるな。こんだけ持ってきたぞ、ほら。わー、そんなに大金があるんだったらとりあえずよこせよ。それじゃあ、都内の一等地にタワーマンションを建ててあげるよ。君にはその27階の一フロアを与えよう。あっちにあるよ。見ておいで。おっす、ありがとうございます。自分マリオ、行ってきます。アリティアス。城が立ったぜ、マリオにも負けないワリオ城てっててー。かわいい。めちゃくちゃ喜んでる。かわいいな、マリオ。これによって、ワリオさんは、城を手に入れましたと。ワリオランドスタッフ。いやー、このゲームマジで面白いわ。本当に幼少期多分俺一番やったんじゃないかってぐらいやった気がするわ。本当に。いやー、楽しかった。いいよね、ワリオランド。もうめちゃくちゃはしゃいでるから。これがエンディングがなんか金足りてないと、なんだこの豚小屋はみたいな、割としょんぼりワリオが見れるんですけど。まあそのエンディングはまあ皆さん、ぜひ、おのおので、こちら購入していただいてやっていただければいいかなと。思いますので、逆に回収するのができないからね、ここまで宝集めちゃうと。これフルマックスでよかったよな。多分5段階あんだよね。ドル箱、ドル袋がいくつになるかみたいなやつでね。
まあ俺が結構ギャンブルで勝ってたからギリギリこれは5段階取れたという、俺の日頃の行いが良かったということでしょうか。はい、こんな感じでまた実況やってまいりますので、よかったらまた次の実況動画も皆さんご視聴いただけると嬉しいです。ということでありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイと言ったんだけどエンディングの終わりで多分また出てくるので一回バイバイは言わないでおきます。よくおい、グンペイ。グンペイの M なのかっこいいな。プレゼントバイニンテンドー。いい音楽だったな。入り口に立ってんのあれワリオじゃねえよな。なんかカウボーイハットみたいなやつが立ってんな。ワリ？ワリオ嬉しそうだな。ワリかもしれない。はい、ありがとうございました。それではまた別の実況でお会いしましょう。バイバイ。まだだったな。Pleasure's little lie. Pleasure's little lie. ん？じゃあね。